こんにちは。今から30分でメイクをします。ただそれだけの配信です。よいしょ。お肌に割りたいんだよ。アニメ見ながらにしようかなって思ったけど、あと見てこれ、めっちゃ可愛くて、発売してから気になってたんですけど買ってきた。てか普通にこれ全種気になるから全種飲む絶対。この配信は本当にメイクするだけ。アーニャのヘアピン。よし、メイクします。プラチナフラッシュゲットできたかな。なんかツイッターで見る感じ的には、なんかゲットしに行ってくれた人とかも結構いたみたいで、ありがとう。今日暖かいね。暖かいね、そういうコメント助かる。暖かいね今日ね。だから逆にどういう服装していいか困っちゃう。もうさ、この時間をさ、外歩いてるとさ、みんなおしゃれしてるからさ、恥ずかしくなる。まつげパーマ行ってきたんです。だからすっぴんじゃないとダメだし、髪も前髪を分けたりとか寝っ転がるから、そう、髪の毛とかもセットできない。だからすっぴんの髪の毛ボッサボサいった方が楽なんだよねっていう言い訳。言い訳ただの。てこれ美味しい。この季節にぴったり。なんかクマすごくよっこ。いや、あまりにも適当に塗りすぎ。まあいいや。違うの。こんなのんきに飲みながらやってる場合じゃないの。すごっ、ここクマ。なんで、もう昨日じゃない、なんなら15分でメイクを終わらせて15分で髪の毛もやりたいぐらい。そう、こういう時はねファンデーション塗るのが大変なのでクッションファンデっていうものに頼ります。今日ね、そう、ゲーム部出るんです。やっと出た。もうずっと出たいって思ってたゲーム部。に出れるんです。もう本当に念願。任天堂系のとかやりたかったけど、何ができるんだろうって楽しみ。どのゲームするかも分かってないんだけど、私は
本当に楽しみ。最近ゲーム好きだからさ、ポケモンも地味に進めてる。それな、今月のゲーム部なんかメンバーが結構いるところで、日のゲーム部の日のが今月ってかゲーム部出たい子、違う、私が最初にゲーム部出たいって言ったのよ。でそしたら今月来るみたいな感じで言ってくれて、で、まあ、他にもねゲーム部出たいって言ってる子とかがいるからいたんだけど、もうその今月来るって言った瞬間に行くって言って、もう一番最初に手を挙げました。な、今月行けることになりました。本当に念願、もう嬉しい。ちょっとゲームするとテンション上がって、なんかいつもと違う私が見れるかもしれない。ちょっとどういうゲームか分かんないけど、待って、取れない。でもさ、ちょうどさプラチナフラッシュも発売したタイミングだしさ、なんかいいタイミングではあるかもしれない。こんなまつげパーマした瞬間にまつげあんま触りたくないんだけどな。なんかさ意外とまつげ上がってくれた。なんかこの終わった後に確認して見てもらってもいいですかって言われた時は、問題ないかチェックしてもらっていいですかって言われて鏡見せられた時はなんか思ったより上がってなくて、うわマジかって思ったんだけど、いや上がってるわ、よかった。な、今日ねオーディション合格5周年、もう記念日がありすぎてさ分かんないけどね、みんながねお祝いしてくれてるってことは大きい日なんですよね、ありがたいことに。5年か、なんかあの時はさ16人いたけど、もう今はさ7人だもんね。時の流れを感じざるを得ないというか、みんな今何してんだろう、どこで何してるんだろう、元気にやってるといいな。でね、そんな大事な日なんですけど、私のね好きな音ゲーアンサンブルスターズアンスタっていうのも今日で8周年なんです。同じ記念日なんです。嬉しい。で、みんなもさ分かると思うけどさ、自分のことよりもう推しじゃない。だから私ももうなんか、まあ、もちろんめちゃくちゃおめでたい日なんだけど、もうそれよりももう8周年もコンテンツが続いててくれてありがとうっていう気持ち。私はまだ好きになって日が浅いけど。病院でもそうだよ、確認求められてダメですって言ってたらしい。わかる、なんかさあれさ、ね、ためな、大丈夫ですかって聞かれてさ、大丈夫じゃなかったらどうするんですか、どうしてくれるんですかってなるよね。大丈夫ですしか言えないけどさ、8周年&5周年おめでとう。適応能力の高さ、ありがとう、嬉しい。でもね、昨日ね公演とかでもねちょっと触れたし、ね、メールでもちょっと書いた。まあね、うん、ない。今さここがないじゃない、ここにね、もうねとうとうグッズコーナーを設けたんです。グッズコーナーが増えました、推しの。もう本当にね増やさないと何も、もうね買うだけでもう飾る場所がなくなっちゃったから。
100均でなんか網みたいなの買って網に引っ掛けてる。でもさ、今さメイクポーチじゃなくてさ、これさ、クリスマス会の時にサーヤがさプレゼントでくれたやつなんだけど、これにメイク道具入れてる。一番さガサバらなくていいんだよね。なんだけど、いいんだけど、これ全部無造作にボンって入ってるから、なんか肌に触れるものも一緒に入れてるの嫌だなって思いながら、肌に触れてるものとこうなんだろう、外のパッケージがこういうのとかが触れるの嫌だなみたいな、なんですけど、あと筆がもう見て生首みたいにもう緩くなっちゃったりとかしてる。重たいのメイクポーチってすごく。でさ、私はさ結構さごちゃでさ東京行ったりとかさ、なんか泊まりとか、あと普通にメイク道具一式持って持ち歩いてることが多いから、もうメイクポーチが重くてしょうがなくて、本当にカバンをたまになんかマネージャーさんとか、その実家帰った時とかに兄弟に持ってもらうと重って言われるんですよ。それぐらいめっちゃ重くて、カバンが、それの多分半分以上がメイクポーチなんですよ。まあ私のメイクポーチはなんか見たことある人もいると思うんだけど、キャラクターのなんだキーホルダーがいっぱいついてるから、ちょっと一番最後ごめん、それもあるんだけど、おアバター出た、おめでとう。そっか、今日これ NGT48 で全然意識しないでやってた、ガチャガチャ出る日。マスカラは後で出る。アイライン、あとね、そう見つけられないっていうのはねすごくある。この全部同じ巾着に入ってるから、何がどこに入ってるのか。ブラッド美味しい。なんかマスカットだからか、なんかすごい甘すぎなくてめっちゃちょうどいい。スタバのフラペチーノとかさ美味しいんだけどさ、もう甘ってなっちゃうから、もうその甘に気づく前に一気飲みするっていうのが最近で、あでもメロンのフラペチーノは美味しかった、飲みやすかった。今何やってんだろう、スタバ分かんない、何限定が何か分かんないけど、えっていうか推しの子みんな見てる？推しの子見た方がいいよ、見た方がいいよって本当にね、本当にあの ねてかアイドル好きな人てか、うん、
アイドル好きな人には絶対見てほしいっていうのは、アイドリッシュセブンっていうアニメ見てほしいなって思うんですけど、今ねアベマで無料配信してるから本当に見てほしい。推しの子と同じぐらい絶対に見てほしいんだけど、で推しの子はなんかなんだろう、自分がその推しの子愛ちゃん推しアイドルと、うん違う、その主人公のキャラクターの職業と自分の職業が一緒だから、私もアイドルやってる身で見る推しの子がめちゃくちゃ面白い。アイドル目線で見るすごい響く、めちゃくちゃ響く。もうなんかね、うん、なんかアイドリッシュセブンとはまた違う響き。スタバ次チョコレートか。あ、そうガンダムも見てほしい、鉄血のオルフェンズも見てほしい。でなんかさ、もうなんだろうね、ネットに悪口書く人とかもさ、とかもさ、ちゃんとちゃんとさ見てほしい見てほしいなって思った。でもまあそういうのなんか、でもかそういう人はあんまり見ないかもしれないけど、アニメとか。母ちゃん可愛すぎる、ありがとう。でも今ね可愛く見えるようにね最高仕掛けているのでね、あもう今のところメイクはこれぐらいでいいかもしれない。途中まで途中まである程度済ませたくてメイク。やっぱでも20分かかるよな。髪の毛も巻きたい。え、アイロン持ってきていい？ごめんね。アイロン使うのめっちゃ苦手なんだよな。やばい、髪がやばい、髪がバサバサ、やっぱブリーチしてるとどうしても。やば、何の話したっけ。うん、そう、推しの子やば画面に配信者の半分フラッペ来たな飲みかけのフラッペ、これを巻く前の髪の毛に塗る、下地ですね、下準備。ではキープしてくれる、巻きをキープしてくれると巷で人気なヘアオイル。てかそうだ、ゴチャ
ゴチャ3年目頑張りますって言ってないよね、ショールームで話してないよね。なんかそのさ、ゴチャのなんか選ばれた時のなんとかはとかは結構ゴチャで話したりとかするから、なんかそこでみんなにも初めて聞いてほしいっていうか、もう話したから、そう、なんかそういうのが気になる人はぜひ放送を聞いてくれたらいいなと思います。ラジオトークでね聞けるので、あ、そうだ、今日のラジオトークちょっとお休みさせていただきます、すいません。ちょっと時間の都合でできないので、今日はみんなお便り送らなくていいよ。あ、まあ送ってくれたら来週読むけど、だからね、こんな急にショールームをやっているっていうところもあるかもしれない。なかなか私さ、配信をしない人から、私からしたらさ、毎週やってるラジオトークってね、みんなからしてもさい近の私の供給がある大事な時間だと思うので。違うの、でもね、本当にショールームは配信したいって思ってるんですよ。だけど気づいたらもう深夜12時なの。あ、配信したいなって、配信しようなって自分で思ってても、気づいたら1日が終わってるの。本当に悪気はない。ぐらいちゃんと配信したいなって思って本当に思ってるんだよ。こうやって言うと嘘に思えるかもしれないけど、いや、そう、毎月今月は配信頑張ろうって思ってるし、毎月メンバーに宣言するの、いや私今月は配信頑張るみたいなダイエット明日からやるみたいな、本当にやるやる詐欺。もうね、本当に、で結構マナとかに宣言するんだけど、マナにそれ毎月頭に言ってるくないって言われる。マナにもバレてる、この口だけ宣言。別に忙しいっていうわけじゃないんだけど、私の多分無意識的な優先順位が多分ショールームって配信が低いんだと思う。それよりももっとやばい、あれやんなきゃこれやんなきゃみたいなのとかがあって、すごい、めっちゃ、え、こんなに真っ黒かほちゃん大丈夫ってびっくりしたと思うけど、手ぐしで溶かすとめちゃくちゃちょうどよくなる。僕ちょっとね今強めに巻いてる。わかる？グラデーションかわいい。しかも今さ黒い服着てるからさ余計に目立つよね。しかもピンクも見事に抜け
もはやオレンジ根豆子ヘアに戻った。なんかカラーバターを買ってあって、いろんな色の緑、青、赤、ピンク、オレンジ、黄色、だからなんかこの今入れてた色が抜けきる、ちょっとうまくいかん、抜けきったらなんかいろいろ色を入れて、いろんな色を入れて遊びたいなって思って。で飽きたらこの毛先を丸ごと切る飽きて痛み始めたらもう だから、でもこれここ切ったらもう結構なイメチェンになるんだよね。まあそれがいつになるか分かんないですけど、先っぽは5年ぐらい前の、どうなんだろう、どうなんだろうね、分かんないな、ちょっと待って、これあれかも、待って、そんなに、そんな前かな、でもなんか髪伸ばし始めたのは二十歳の成人式前、成人式に備えてその髪を伸ばす許可をもらって髪伸ばして、そっからそのままなんだよね、ずっと。それもなんかその時はさ、研究生だからさ、なんだ、カベシャ以外の髪型はできないから、そのずっと髪の毛の長さもカベシャの長さなのよね、だったのよ。だからそれを変えることの許可をもらって、やってた。ちょっと私これさ、一回あれですね、これ消せるっけ、ミュートってできるんだっけ、ミュートってできるっけ、ミュートってできないっけ、ちょっと待って、私ずっと喋っとく、っていうか私空気の換気したままだから、なんかその時の髪、でも全然切ってるけどね髪、だからそれが5年前、5年、でもそう、5年前とは言わずとも3年ぐらい前の髪の毛ではありそう。はい、また拭かします。こっちの方がうまく巻けたな。難しいんです、なんかね、髪の毛って左右でなんか生え方が違くて、なんか同じようにとか、あと右利き左利きとかあるから、同じように巻いてるつもりでも同じように巻けてなかったりする。で一旦これは OK で、次は前髪をやります。この髪をグラデーションにしてからこうちゃんと
ちゃんとというか巻く機会が増えた気がしてて、でこれをしたきっかけがさ、そもそもがさ、ねずこみたいになりたいだからさ、ねずこもさ毛先はさちょっとくるんってしてるからさ、それに似せるために、まあね、自分がねねずこになれるわけでもないんですけど、でも鬼滅も見てほしい、ねずこが可愛すぎる。先週のねずことか可愛すぎたから、ごめんね、本当に本当に可愛い、あの子三つ編みに、みつりちゃんに憧れて三つ編みするねずこちゃん可愛すぎやろみたいな、本当に可愛い、癒し、鬼滅で一番推しキャラはねずこ、本当に本当にねずこ、冗談抜きでねずこ、てかその玉子鬼の分裂した時の鬼の声優さんが豪華すぎてビビってる。よし、前髪もできた。はい、完成。髪の毛完成。ちょっとね、メイクはちょっと、マスカラはちょっと後でやる。マスカラはね、なんか本当にマジでさっき。まつげパーマしたばっかだから急に氷の塊が入ってきた。いいのってね、それがあるんだって。よし、ごめん、本当にね、ただただ私がメイクと髪をするだけの配信でした、ごめん、うん、ありがとう。でもね、そのほんとね、昨日はさプラチナフラッシュ発売日だったけど、まだねゲットできてないって感じとかがいっぱいだったと思うんだけど、今日はねいっぱいゲットしたみたいなツイートとかもあったりとかしてすごく嬉しい。いっぱいツイートしてください、中身の中身の感想とかいっぱいツイートしてください、よろしくお願いします。あ、いや、これはね、てかさ、これ絶対さ絵柄あったよね、私何も見ずに買っちゃった。にゃんファン起きてるのが良かった、また飲むしかないな。はい、じゃあはいチーズで、あ、リップ塗ってなかった、まあいいや、はい、ごめんなさいありがとうみんな来てくれて、あ、ランキング用まんまないと、ランキング、13位マサトンさん、12位マキアートさん、11位秋文さん、10位ギリタンシオさん、9位ふわふわさん、8位鉄4110さん、7位マッシュさん、6位令和の土方さん、5位メープルなおくんさん、4位ランダーさん、3位ゆうきさん、2位ももさん、1位よいちくんさん、ありがとうございます。配信をご覧のアリーナの皆さんもありがとうございます。今来たけどもう終わりですから、残念ながらもう終わりです、今日はもう終わりですごめんなさい、また配信します。うわ、4月28日か、本当はもっと配信したかった。じゃあね、みんなお仕事午後もう頑張って、休みだったら休み満喫しようねバイバイ、ありがとうございました。